どうも、シサクです。今回は銀座の AD ラボでちょっとした買い物をしてきたので、買ったものを紹介していきます。最初に紹介するのはこちら。プロレーザーのエクステンダー。柄の部分を延長するパーツですね。素材はプロレーザーと同じ感じで、柄の先端に刺してネジで留めるだけで簡単に延長できます。いつもプロレーザーのミニを使っていて、60センチ水槽で使うようになってから、手を濡らしながら使うのが面倒に感じていたので買ってみました。使ってみた感じ、手を濡らさずに使えるのはいいんですけど、力が入りづらくなって、苔の落とし残しが出やすいので、慣れが必要そうです。あと、延長部分が水に浸かるので、乾かすのが大変ですね。こちらの小さい袋は、流木のスリムウッド。小型水槽に使えそうなものを3本買ってきました。サイズは、SS と S と M をそれぞれ1本。ラボに置いてある流木って結構表情がいいのが多いんですよね。ピントずれちゃってますけど、ここの流れとかがいい感じです。これは細いですけど、細長いボトルとかなら1本でレイアウトが成立しそうです。続いては大きいのを紹介。ついに ADA の水槽を買っちゃいました。さっき紹介した流木や、この後紹介するものを使うために、30センチのサイズにしましたが、電車で持って帰るのにまあまあ苦労しました。 ADA の水槽はお値段が結構するので、今まで手を出さなかったのですが、一般的な水槽よりも透明度が高いのが魅力的。中には説明書と蓋受けの金具が入っています。そういえば ADA は蓋が別売りスタイルでしたね。シリコンは角のあたりとかも割と綺麗に処理されています。最後に紹介するのはこちら。ドゥーアブランドの LED ライト。ソルスタンド RGB。横幅36センチまでの水槽に対応した LED ライトですね。実はこれが今 ADA ラボ銀座で特価販売されていて、キューブガーデンとのセットがこんな感じ。LED 単体でも 19,800 円とかで販売中。元が 34,000 円くらいなので、かなりお安くなっています。主な理由は、とある事情での在庫整理みたいな感じで、まあ、アクアリウムで秋といえばあのシーズン。この前、ADA のアクアスカイ RGB も新潟に更新されましたから、何がとは言いませんが、期待はしちゃいますよね。おそらく在庫限りの特価販売なので、欲しい方はお早めに。あと、ADA ラボでは、10月7日から限定商品のビーカーグラスを販売するそうなので、そちらも要チェックですね。さて、話を戻して、せっかく購入したので、簡単に中身を紹介していきます。箱を開けると、一番上に本体が入っています。全体的にフラットでスタイリッシュなデザインになっていて、上部には放熱用の溝が掘られています。本体の下には、電源アダプターと、ドゥーアのロゴが入ったスタンド、高さ調節用のリングが入っています。使い方は、スタンドにリングをつけて、水槽の縁にセットしてネジを締めます。あとは本体の穴にスタンドを通すだけ。光は結構青白い感じをしています。リングの位置を変えることで、好きな高さに調節ができて、あとこんな風に前後に動かせるので、メンテナンスの時も邪魔にならないのがいいですね。ということで、今回は ADA ラボで買ったものとお得情報の紹介でした。今回買ったキューブガーデンとソルスタンドを使って ADA の水草だけを使ったレイアウト動画を久々に作ってみようかなと思っているので、よかったらチャンネル登録や高評価、通知をオンにした状態で待ってもらえると嬉しいです。あと、X やインスタもやっていますので、よかったらそっちのフォローもお願いします。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。